レコメンド INI。 僕たち INI メンバーがおすすめエンタメを紹介するレコメンド INI、 皆さんにぜひ見ていただきたいおすすめの映画やアニメについてお話ししていきます。さあ、そして今日の担当は、はい、僕リストが担当させていただきます。お願いします。僕のおすすめエンタメは映画ルックバックでございます。これね、現在上映中で、あのチェンソーマンの藤本たつき先生が作りました。そう、アニメ、アニメ映画です。映画なんだ。そうそうそう、本当に1時間に満たないぐらいの、1時間ぐらいの、はいはいはい、本当に見やすい作品で結構短いんだね。そうそうそう、あらすじを説明させていただきますと、はい、学年新聞で4コマ漫画を連載している小学4年生の藤野、クラスメイトから絶賛され、自分の画力に絶対の自信を持つ藤野だったが、ある日の学年新聞に初めて掲載された不登校の同級生京本の4コマ漫画を目にし、その画力の高さに驚愕する。以来脇目も振らずひたすら漫画を描き続けた藤野だったが、一向に縮まらない京本との画力差に打ちひしがれ、漫画を描くことを諦めてしまう。しかし小学校卒業式の日、教師に頼まれて京本に卒業証書を届けに行った藤野は、そこで初めて対面した京本からずっとファンだったと告げられる。漫画を描くことを諦めるきっかけとなった京本と、今度は一緒に漫画を描き始めた藤野、二人の少女をつないだのは漫画へのひたむきな思いだった。しかしある日、すべてを打ち砕く事件が起きるというね。何それ、おもろそう。おもろそうでしょ。やばいね。そう、これ漫画版ももちろんあるんだけど、はいはいはい、本当に映画で見てよかったなって思いました。すごいね、なんかね、わかるわけよ、そのね、うんうんうん、絵の気持ちいいというか、そうそう、とんでもない画力の人に会った時の驚愕さとか、うん、だし、もうこれはシンプルにすごい泣けた、めちゃめちゃ。ああ、そうなんだ。うん、そう、本当にね、1時間ぐらいでちょうど見やすいんですけど、うんうん、この前の夜、ヒロムと見に行きまして。あ、いいね。そう、本当にもう10時ぐらいから見に行って、ほう、そう、ちょろっとね、まあなんか夜映画の気分で、本当に面白くて、で、結構ね、なんか、これはただのリヒロムなんですけど、はいはいはい、ヒロムから、京本と藤野みたいな関係でずっといようねって言われて、僕は喜んだって僕は喜んだ歌詞かよ。すいません、勝手に急にのろけ始めたんですけど、うん、もう本当にこれはでもね、うんうん、僕たちのねラジオはいつもねこう横でここ言ってくださってる放送作家さんのゴージャス村上さんがね、大泣きしたからぜひ見てくれっつって、うん、そんぐらいね進めてくれて、俺も見たんですけど、本当にめっちゃ良かった。うわ、いいね。うん、本当にやっぱね、おしゃれ、そして藤本たつき先生が洋画が大好きな人で、はいはいはい、なんか結構ね、そのなんかトリビア的な、なんて言うだろう、なんかイースターエッグ的な感じで洋画のオマージュをね、散りばめてたりするんで、本当にでも泣ける良い作品に出会ったので、ぜひ時間ある方はね、現在ね公開中ですので、ぜひ見に行ってください。はい、ルックバックでした。